嗯，今天看看这第一次拍金亏掉呢。哎，我吃多些。嗯，あら、うまいわ。うん。ピーです。サリカハルピーハー。ワニナカハルピーザパイキンクイティアオナハ。熱い。マネージャーさんが見つけてくれた美味しいらしいお店に行ってみよう。チョコンカパイキン。ラニーハー、すごい、見て、川沿いなんだ。こっちに行くとマジ川、川っていうか苔だ。よし、この川沿いでクイティアオが食べれるらしいので食べてみよう。วันนี้จะแนะนำร้านอาหารจากฮาลปีค่ะมามิซังวันนี้จะลองกินเมนูที่ยังไม่เคยกินดูนะคะいただきます。柔らか。ジューシー。わあ、中はケチャップライスだ。合う。ケチャップライスとカレーって一緒に食べるのは初だけど、意外と合う。あるいま。
マスタードがめっちゃ効いてて美味しい。なんかちょっと大人なポテトグラタンって感じ。どこまでがゆゆなか。まるやかーくれー。あんにさいもうくろかいだキャベツとまあまあなんかなきまきだとか。いただきます。辛さがないから味がなさそうなんだけど、見た目的には。まあ、うん。うん。普通に美味しいけどめっちゃ普通って感じ。辛さがないからやっぱ普通な感じなのか。なんかチキンラーメンみたいな味するの。うん。うん。でもうクラップね。さっき揚げ直してもらった。うん。うん。海外してておいしい。卵と麺を一緒に食べてみよう。うん。味的には普通に美味しいからどんどん食べれるっちゃ食べれるけど、割と普通な感じの味だね。うん。これを入れてみようと思います。入れちゃったかな。これも入れてみよう。うん、アロイマーゴー。うん、辛さとナンプラー入れた方が美味しい。やっぱそのままだったら結構質素な味みたいな感じだけど、入れたら美味しいね。うん、すごい。どこに行くんだろう、あの船。マメゾーン。メヌースペシャルティーハルピーネナムビーフカツ。てれーん。わー、いただきます。マメゾンのお味噌汁は具材がいっぱい。しみるね。ビーフカツ。おえ、おいしい。ギンカップル。最高。さっき食べてたんだけど、バッテリー切れに気づかず夢中で全部食べ終わった。で、そして今船着き場みたいなところに来ちゃいました。そしてここからはバイクに乗ったまま船に乗って私のお家に帰りたいと思います。川沿いのところで食べれるとすごく風が気持ちよかったし、見晴らしも良かったのですごい良かったです。50バーツ60バーツで川沿いで食べれるのもすごいいいなって思いました。みんなもぜひ行ってみてください。ロンジャナカということで、この動画がちょっとの目に当たったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いやでもごったらごちそうやごちそうですくらいぼっかりに入っておいなかコメントゆうゆうだいなかなのかバイバーイ。